レシマは、フランス、シャラントマリティーム県の島、イルドレとも呼ばれる、ラロシェル製法の大西洋に存在する。島は、長さ約26キロ、幅は70メートルから5キロで、1988年に、フランス本土のラロシェルとをつなぐ、全長2.9キロメートルの橋が完成した。フランス有数のリゾート地で、冬季は一万六千人の人口の島が、夏季には、 人口が16万人にもなる。島内には10のコミューンがある。ローマ時代に名前が登場する。1627年、イングランドのバッキンガム港、ジョージ・ビリアーズ式で島は侵略を受けた。第二次世界大戦中はドイツ軍が駐留し、海岸に沿平号を据えた。沿平号は現在も多く残る。1962年の映画、 史上最大の作戦のいくつかのシーンで、イルドレの海岸が登場する。第二次大戦当時のドイツ軍の遠平号の後、観光船バック号と建設中の本土とを結ぶ佳境、1987年の撮影、橋はすでに完成している。晴れの日が多く、風が穏やかなイルドレは、人気の観光地である。水温はおおむね、低いが、島の周囲は、 緩やかな傾斜のある砂浜である。パリから電車で3時間でラロシェルへ来ることができ、タクシーで島へ渡れることから週末に島の別荘を訪れる人が多い。休暇で訪れる人々の自転車が島内で目立つが、彼らが自家用車を持ち込むのは非常に稀である。キャンプ場やホテルが至るところにある。大きなスーパーマーケットがあるので長期滞在に便利である。 夜には、港のサンマルタントラフロットが賑わう。レストラン、営業時間の長い商店が軒を並べ、家族的な雰囲気である。新鮮な蠣ほか魚介料理が食べられる。大西洋に面したレ島では、12世紀初頭、死島修道会により初めて塩田が作られて、以来、現在に至るまで声援が重要な島の産業になっている。中でも、潮の花フルールドセルは、 繊細で深い味わいがあるという高い評価を得ている。ありがとうございます。